今回は小野豆腐の書、屏風土台、これを書いていきます。15分ぐらいで書けるところまで書いていきます。流れを大切にしたいので、多少字の形が違っても流れを重視したいので、スピードですね、雰囲気、これを重視したいと思ってます。ゆっくり書くときは字の形重視です。した線と曲線ですね。こういったところ、の特徴を大事にして、今回は。心がけていきたいです。で、次に腕の字なんですが、これをどう書くんですよね。
止めて、これはすぐに行けるかどうか。
カードパチョ。いいよ。ここはちょっと恋愛になってるので行きたい。今回はここまでにします。